お待たせしました。今大人気の早稲田大学政経学部の英語長文を瞬殺します。では問題を解いていきましょう。AI の英語長文です。問1番。ディープラーニングの意味は何ですかという問題です。ディープラーニングをキーワードに本文をスキャニングしていきましょう。 1> 第1段落をスキャニングします。AI について書かれています。第2段落をスキャニングしますと、ご丁寧にもカッコでディープラーニングが書かれています。第2段落キーワードの5分にディープラーニングの説明文を発見しました。こちらを読解します。脳構造を図式化したデータが あらゆるるる物事をするために訓練されるどん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 進化するということがディーープラーニングですこちらに合致する選択肢をスキャニングします。A ディープラーニングは学校教育を続ける必要性を根絶する。B ディープラーニングは Google のような会社で技術進歩に全く貢献しなかった。 C ディープラーニングは人間の脳にある思考プロセス規則に基づいている思考プロセスが脳構造を図式化したデータと一致しますところで皆さん広角機動隊という大ヒット映画ご存知でしょうか脳のデータをコンピューターに全て移し擬態化した主人公がハッカーと戦うという映画です私の大好きな映画なんですけれども こちら世界的に大ヒットしましたすごい面白い映画です主人公には体はなくネット上で存在します体をを必要とすする時ののみみ人形やアンドドロイに入り込みその擬態を操り込そ擬操ます2050年には脳の情報を全てコンピューターに移しそれに基づいて動くロボットやアンドロイドが開発されると言われています このような知識があれば、英語が読めなくても常識問題なので、この AI の問題が解けるというわけです。整形学部合格も夢ではありません。では、問い2番、やっていきましょう。AI について心配していることは何ですか先ほどの問題以降に、 該当文が見つかるはずです。そうすると、こちらに、AI は悪に変わるというキーワードが見つかりました。さらにこの段落を読んでいきますと、Wally About、Consand About の言い換えがあります。簡単にキーワードが見つかります。この部分を分析していくと、インパクトも見つかりました。 機械化の疑問は AI が人々の仕事や生活様式にどんな衝撃を与えるかである仕事の影響というのはテクノロジカルアンエプロイメント技術的な失業です AI がどんどん進化することによって人間のやってきた仕事を奪うと言われていますこちらに該当する選択肢を探します 選択肢 A、フランケンシュタインのような怪物を作り出す。選択肢 B、生活様式や仕事習慣に影響する。まさに、今読んだ文と B が一致します。問い3番、穴埋め問題です。第4段落に A があります。 こちらの付近を分析します。熟練労働者の広がった自動化はまさにほにゃららであるこれまで技術を持った労働者が重んじられてきましたけれどもこれからは AI の進歩によって自動化が進みどんどんほにゃららになると言っているわけですこちらに該当する選択肢は A アラウンドザコーナーナすぐ近くに来ているズバリ見つかってしまいました瞬殺です問い4番並び替え問題です B に入る文を英作しますこちらを分析しますと銀行員を ATM に置き換えることはリプレイシングですねほにゃららである リプレイシングが主語で、make it, see to do 公文です。make it cheaper to open new branches 新しい視点を開くコストを安くする。人がいらないので、場所を開くコストだけで視点を増やせるわけです。皆さんもセブン銀行を使ってますよね。 あれだけのスペースで銀行が開けてしまう。駅前に行くと今まだ銀行がありますけれどもこれからどん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 銀行の統廃合が進んでいくでしょう。こちらは中学生でも知っている語文系の知識で早稲田大学政経学部の問題が解けます。早稲田大学だからといって難問を勉強するのではなく中学生の頃から 基礎をコツコツ積み上げてきた受験生が早稲田大学に合格します問い5番やっていきましょう著者によれば AI 技術は何でしょうか6段落目以降をスキャニングします AI の挑戦の言い換え As Technology Changes が見つかりました the skills needed for each profession workers will have to adjust 労働者は適応しなければならない科学技術が新しい技術を変化させることで新しい技術に労働者が適応することを余儀なくさせる必要があるわけです。語文にある 新しい技能を教えれるくらい柔軟な教育訓練を作ることを意味します。では選択肢をスキャニングしていきましょう。選択肢 AAI が職場の教育を支配することを許す。選択肢 B 低い技能を持った労働者は熟練技能者と同じ高い給与が支払われる。C 半分以上の仕事は人類に与えられたことをギャランティー、確約する。D、労働者に新しい技能を習得することを強いる。そうですね。D が正解です。新しい技術に労働者が適応しなければ失業してしまうとテクノロジー・アンエプロイメントの意味です。 問い6番、段落並べ替え問題です。こちらはまず、s c スキームとアスキームに注目してください。英語では、one、一つのと紹介し、それを講述するときには、あや座を使って解説します。なので、C が来て B が来る。Satch、アスキーム、そのようなスキームと、 指示語があるので全文にワンスキームが来ますこの時点で CB とわかります本文に目を移します This allows benefits, pensions and healthcare to allow individual workers rather than being tied to employers 労働者に福祉や年金といった恩恵をもたらす これは何を指すでしょうかまた、選択肢に目を通しますと A.A A more practical approach is Denmark's flex security system, which lets firms hire and fire easily while supporting unemployed workers as they retrain and look for new jobs. デンマークの新しい試みです人員を雇ったりクビにすることがしやすくなることで仕事を探している人を雇いやすくするという効果があると言っているわけです。これが労働者に福祉や年金といった恩恵をもたらすと言っているわけですので答えは CBA です。 日本は終身雇用制度と言われていますけれども、これから人材の流動化がどん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 進んでいきます。皆さんも人材派遣会社の支援をただ見たことがあると思います。一つの会社で働くのではなく、いろんな会社をどんどん変えて働いていくのがこれからのスタイルになるでしょう。問い番です。 AI エラーは何を意味しますか ?AI 時代は何を意味しますか ?AI エラーをキーワードに本文を探しに行きます。ここで目をキョロキョロさせるのではなく、最後の段落を見れば、その該当の文章が見つかります。こちらに AI エラーの言い換え。 インダストリアルエラが見つかりました。やはり、早稲田大学政経学部の最難関入試問題でも、センター試験と同じ方法で解けてしまうんですね。昔は産業時代だった。今は AI 時代に変わったといった記述が書かれているわけです。こちらの語文を分析していきますと、 制作者たちは AI をどん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 取り入れる必要がある。なぜならば、それが遅ければ遅くなるほど、福祉の負担がどん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 重くなるからだと述べています。こちらに合致する選択肢を探しますと、ポリシーメーカーズと本文と一緒のキーワードが 見つかりました。B を読んでいきますと。Policy makers need to focus on updating social welfare and education. 制作者たちは、福祉や教育をアップデートしていかなければならない。まさに、筆者が述べていることと一致します。このように簡単に 瞬殺できてしまいました。この方法を知っているか知らないかで、全然結果が変わってきてしまいますので、この方法で解いてみましょう。